さんこんにちは、手帳の時間です。今回はディズニーをテーマにした毎日絵日記をご紹介します。日付は子供の顔のスタンプ、インクを使いました。メインの黒ペンはユニボールシグノの 0.38mm 黒ペンです。前回はディズニーイラストの描き方をご紹介しました。今回は違うキャラクターがたくさん出てきます。ということで早速始めていきましょう。まず最初はプリンセスから。このプリンセスはわかりますか？頭に鼻がついているのは、そうです、ラプンツェル。髪をちょっと長くして髪の中に花を散りばめたらラプンツェルの完成です。棒を持って6月スタート。予定がない日は自分の趣味や今日やったことなどを書き込むといいかもしれません。私は BTS が今大好きなので、今日はこれを聞いたよということを書いています。次はおうち読書。おうちで読書をする機会も結構ありますよね。本を読んだらタイトルを書いたり、読書したよという記録を残すのもいいですね。次はこちらはプリンセスでしょうか？正解はここまで来ると、はい、ピーターパンに出てくるティンカーベルでした。羽がかわいい。今日は英語の日だよという記録です。次はキラキラの宝石を描いていきます。四角だったりハートだったりキラキラっとさせて。ちなみに6月5日は何の日か皆さんご存知ですか？正解は世界環境デーがというのが設定されているらしいです。私も初めて知りました。次は不思議の国のアリスに出てくる白ウサギを描いていきます。首の周りのこのグニョグニョっとしているのが特徴ですよね。ほっぺたがぷっくりしていてとっても可愛いかも。次はディズニーによく出てくるテーブルランプを描いていきます。シンプルなテーブルランプじゃなくて、ちょっとゴージャスなテーブルランプはよくディズニーに出てきますよね。真夜中のネットフリックス、皆さん見てますか？6月の1週目はこんな感じになっています。予定がほとんどなくてもイラストを描くと少し華やかになりますね。次は6月の第2週目です。こちらは私が好きなキャラクターなのですが、何かお名前わかりますか？正解はポット夫人です。かわいい。全然関係ないけどジョギングしたいなという希望を書いてみました。次はトイストーリーに出てくるエイリアンを書いています。お目目が3つ、ぐにょぐにょっとした口が特徴ですよね。誕生日プレゼントを買いに行こう。こちらも予定がないので希望を書いています。やることリストかな。で、6月の10日は皆さんこちらは何の日かご存知ですか？またまた質問です。正解は時の記念日というのが設定されているらしいです。11日はこれはドーナツですね。ぷくぷくっとして美味しそう、おいしいよを丸で囲むとちょっと美味しそうな文字になります。次はこれはクラゲでしょうか？魚の中に浮いています。暇な日にクラゲを描いて暇と書くだけです。13日はこちらはプリンセスですね。この髪型はシンデレラです。ティアラを描くとシンデレラっぽくなりますね。ショッピングに行ったよという記録です。魔法をかけたら日曜日はリラックスデーになっています。リラックス
2周目はこんな感じのイラストになりました。暇はいいですね。3周目は一体これは何でしょうか。草を描いています。まったりする日、まったりする日もたくさんありますよね。火曜日の16日はこちらは誰でしょう。リトルマーメイドのアリエルでした。貝殻の水着が可愛いなぁといつも思っています。17日はこちらはコーヒーカップですね。コーヒーカフェに11時半に行ったという予定です。で、この18日に書いているのが、これもお気に入りなんですが、何かわかりますか？正解は、不思議の国のアリスに出てくる、チェシャ猫です。19日は、花ちゃんという人のお誕生日という設定で書いてみました。花火ですね、こちらはパーンと。上がっている花火。20日の日は貝殻、可愛い貝殻が散りばめられています。おしゃれな朝食を作る、作ったかどうかは不明だけど作るという予定です。で、6月のメインイベントは父の日かなと思ったので、アラジンに出てくるジーニーを描いて父の日ぽくしてみました。パパ。3週目はこんな感じです。ジーニーが可愛いな。では4週目行ってみましょう。4週目の最初は漫画に出てくるポップアップみたいな感じのハッピーを描いてみました。よくアメリカの漫画とかに出てきそうですよね。ディズニーでは出てくるでしょうか。23日はこちらはプリンセスが持ってる手鏡です。女子会18時から。24日はこちらはプリンセスですね。一番描きやすいプリンセスのアリスです。トランプを描いたら、アリスだなーってわかりますよね。眼科へ行った日。25日は、こちらは豚ですね。トイストーリーに出てくる豚のハムというキャラクターです。26日は、白雪姫に出てくる切り株などを描いています。絵と予定が全然関係ないけど、ディズニーを意識したイラストです。27日はちょっと難しい人を描いてみました。こちらはアースラです。皆さんアースラご存知ですか？色を塗るとちょっと可愛い感じのアースラになりますね。疲れたよーというコメントを書いてみました。次は、これはティアラですね。アナと雪の女王に出てくるエルサのティアラです。エルサのティアラだけどみんなのティアラみたいな形かな。4週目はこんな感じのイラストになっています。ディズニーで埋め尽くすマンスリーもすごく楽しいですね。最後の2日は、こちらはリングです。ランチに13時に行ったよーという記録と、最後はプリンセスで締めます。このプリンセスは一体誰でしょうか？正解は白雪姫です。実家に帰る日。リンゴを描けば白雪姫の完成です。いい感じに仕上がりました。左側には、準6月、のタイトルとトゥードゥーリストなどを書いています。
あと他の空白には簡単イラストを描いていきます。どんなイラストを描こうかなと思ったのですが、ここは可愛いプリンセスのティアラを描こうと思いました。ちょっとプリンセスのティアラというと複雑ですよね。ぐにぐにぐにゅっとさせると可愛いティアラの完成です。私はあまり文字を書くのが得意ではないのですが、こういうフォントで書いてみました。プリンセス。ディズニーのロゴもちょっといい感じに書けたかな。あと空いているところはキラキラの宝石を書いてみました。四角だったり、ひし形だったり、ハートだったり、いろんな形の宝石です。バランスよく配置すると空白が目立たなくて可愛いですね。あとはキラキラとか丸でポンポンポンって書くとディズニーっぽくなります。こんな感じに仕上がりました。こちらが全体像です。今回はディズニーをテーマにした毎日絵日記をご紹介しました。好きなキャラクターはいましたか？予定がない日はぜひこのアイデアを取り入れてみてください。最後は色鉛筆を使って色付けをしていきます。こちらはトンボの色鉛筆です。最後まで見ていただきありがとうございます。手帳の時間では手帳や文房具に関する発信をしています。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。